だから映っちゃうよ、そこにいると。そこにいると映っちゃうよ。あ、ここにいると。いいの？あれですね、どうぞよかったらこちらに、あの、記念品とパンフレットありますのでお持ちください。あの、帰りでも大丈夫ですので。まだいっぱいあるもんね。はい、帰りもらっていくよ。はい、記念品、これパンフレット、パンフレットですね、こちら記念品、はい、これカートだからね。はい、はい、ありがとうございます、はい、帰りいただきますね。はい、どうぞ1階から、はい、あの、ご覧ください。順番はじゃあ1階からこう行ってね。はい、はい、ここはバカいい、すごい。ここからかな、最後。こちら2階ですね。ここなんだもん。はい。ここから曲がれんかな、ここ。あ、こちらからですね、左側からどうぞ。左から。ご案内はしなくてもいいですか、写真撮るから。いや、ご案内してください。しましょうか。はい。まあ、こちら食堂の入り口ですね。あ、これ食堂ですね。はい、いや、すごいね、はい、ね、食堂の入り口は、あの、霧の一枚板の殻とっています。でこちら食堂になりますね。この戸が、はい、この戸が霧の一枚、はい、一枚戸の殻戸って言いますね。一枚戸の殻戸、はい、うん、すごいね。あと上の松の図あります。あれは大阪城 の、 あの淀城で使用されたあのものと言われておりますね。あ、そうなんですね、はい、淀城、はい、淀城ですね。はい、中を入りください。天井はすごいね。ほら、一階食堂の天井は吹き寄せの豪天井、古代鳳凰模様です、うん、シャンデリアはドイツの高官から贈られたものです、うん、まあ、この天井高 3.8 メーターによく生えてます。ね、それからそちらのちょっと三間幅の長い欄間ありますよね、はい、あれは松竹梅です。欄間ですけど、高野山伝来のものと言われております。高野山ですか。はい、欄間だけど、あの間の空いてない欄間ですけどね。そうなんですね。もともと空いてなかったんですか、はい、ね、そうですね、空いてなかったですね。ちょっとなんか幕が張られてるみたいですね。和洋折衷で、まあ、作ってあるのです。ここにまあコレクションがはめたっていう感じでしょうかね。ああ、そうなんですね。はい、コレクション。小さいのがありますけども、小さなまあ花鳥欄間は、こっちですか。はい、こちらの方ずっとです ね、 ね、はい。芝の増上寺にあったものと言われております。あ、東京タワーの近くね、はい。徳川家霊廟の遺物とも言われております。あらららら、あと今度下の方の床になるんですけども、はい、床は寄せ木張りですね。寄せ木張り、かなりこう複雑な模様ですね。お、本当だ。欅とタモでできております。まあ、洋風スタイルを入れながら和風の装飾が用いれられています。こちらは、これ応接間ですか、ね、応接間ですね、まあ、大これも豪天井なのね、こっちもね。同じです、こちらと同じ豪天井、同じ豪天井ですね、はい、シャンデリアも同じ、はい、シャンデリアもそう、ドイツ空間からも新築ガイドを送られた、明治期の匠の技でした。水晶とシャンデリアです。水晶なんですか、はい、ガラスじゃないのね、これね、はい、羽根木と呼ばれるデザイン、屋根内部に水が入っています。こちらに大きなついたてがあります、はいはいはい、表が松、寿の松、まあ、カノンエイトク、カノンさんね、はい、裏が菊と草花です。エイトクさんだと戦国時代の人ですね。はい、カノン探幽とも言われております、まあ、一応コレクションなので実際あの
喜八郎が生きてる時書いてもらって作ってもらったわけじゃなくて、うん、あの奥さんはもっと前に亡くなってるのね、はい、間も守ってきたということですね、はい、なるほど。この押し入れなんだか何だか物入れのこの友一枚どうですよね。あ、そうですね、はい、ささあの竹か、はい、竹ですね、竹ね、いやすごい、はい、ここもすごい。妄想築の図は酒井宝一の筆とも言われております。まあ、大体みんな言われておりますになってしまうんです、うん、お邪魔します。はい、どうぞ。一番の見どころは天井ですね、うん、高さが相当ありますね。はい、高さ高いですね、うん、まあ、下から合わせて 3.8 メートルぐらいになるので、まあ、ここ畳の高さあるので竜ですね、これね。竜はこっちから。八方睨みの竜ですね。八方睨みの竜。はい。竜の周りに24枚の変わり絵のシャチが配置されています。まあ、竜は、こっちから見た方がいいんだね。谷文晁の筆と言われております。文晁さんですか？はい。すごいね。この襖は開いてますね。襖、そうですね。襖こちらね、足とそれから、サギですね。普通ですとここまでの高さで足りるんですけども、ここから下が足りなくて、足りないですね。普通の家庭用では足りなくて、奥様、喜八郎の奥様の帯を、西陣の帯をこの下に入れたと、はい、思われます。どうぞ。建てるわね。はい、竹足りなかったんですね。これ入っていいんですか？あ、どうぞ入っていいですよ。どうぞこちらからお入りください。あとこちらの右の棚なんですけども、右の棚はこちらの上の方なんです。ちょっと下もこうなってしまって、螺鈿細工ですね。張作霖から送られたものです。これ磨いてるともっと白くなって綺麗なもんだよ。右の手は喜八郎の幼名鶴彦に、鶴吉ですね、鶴吉にちなんで鶴の絵になっております。あ、これ触ってもいいんですか？あ、触っても悪いですね。悪い、はい、悪いですね、はい、すいません。手を触れないように。見るだけに、はい、あ、はい、そっちに書いたんです、すいません、はい。あと欄間の方ですね、上の欄間ですね、鴨の透かし彫りです。あとこちらですね、ちょっと今戸を閉めるとよくわかるんですけど、どうぞお上がりください。まあ綺麗だ、ここすごいですね、この建具は。建具はこれみんな傷まんようにビニール貼ったんだよね。あのですね、一時うん、中華料理屋さんになった時期がありまして、ああ、ね、移築しまして、そうですね、東京でね、油煙とかね、そういう油物が飛ばないように、まあ、保護した感じですね。当時の、じゃあその、はい、ビニールもそのまま持ってきてます ね、 そ う、 ね、そうだそうだ、いろいろ、はい、いろいろな、まあ、だいぶここもで、まあ、この和室にはコレクションの美術品などをよく展示しておいたみたいですね。大成、うん、さん作ったんだけど、はい、襖がやっぱり隙間空いてるんだからね。まあ立て付けがね、なかなかあれですね。これもうこれどうにもならねえんだろうな。で、この御所車ですね。こちらは加納探幽の筆によるものだそうです。うん、平徳の、はい、あの一派ですね、そうですね。あの一派なのかな。なんかちょっと貼ってあるんですか。あのですね、一時ね、あの中華料理屋さんになった時期がありまして、その時あの保護のために、あの油とか煙とかから保護するためにそれで貼ってあるんです。はい。最初はあの東京の向島にあったんですけど、その後千葉の方に移動しまして、そこで中華料理屋さんになりまして、でその後200メートル引き足しまして、結婚式場になってますね。いろいろ変遷して歩いてまして、ね、歴史を、はい、このシャンデリアって言ってもこれもすごいね。ここに照明ありますね。これも豪天井なんですね、一応ね、はい、ね、豪
天井ですね、まあ、ここはちょっと絵が入ってね、合天井ですね、ということで、でこっちは新しくこれ大成さんが同じような形で組んだんですけど、まあ使用前使用後じゃないですけど、111年前の寄せ木張りも全く反り返りもないですし、はい、そういったあの昔の職人技がここでまあ垣間見れる。そうなんですよね。これがね、すごいですよね。おはようございます。この階段がね、緩やかでいいですよね。そうですね。欅ですね。あ、欅なんですね。幅も非常にあのおしゃれな感じで。本当は、そうですね。これがペルシャ。こちらですね、イタリアから初めて輸入された大理石タイルのモザイク版です。で、1階の食堂でお食事を取った後の喫茶のスペースがこちらの2階の広いになります。で、今あの柴田に移築されまして諏訪神社に面していますが、当時あの東京向こう島にあった時は隅田川に面していましたので、隅田川の桜と流水、都鳥をモチーフにしております。桜と流水と都鳥、こちらと都鳥で2つデザインがちょっと違うんですけど、どうぞ、はい、鳥さんが向かい合ってるわけですね、これね。ここに隅田川が流れておったと。これ対象ガラスですね、これね。はい、ここ対象ガラス、ね、はい、対象ガラスになりますね、はい、全部残ってたんだ。すごいですね、この大きさの対象ガラスってすごいですよね。なんか皆さんよくそう言われて、はい、そうなんです。残ってる部分だとちょっと後であの補修した部分は今が入ってるんですけども、わかりますよね、もう一目でね。これが今のガラスかな、これ歪みがないもんね、こっちね。そうですね、これ歪んでますけどね。私もなるべくこの今のガラスを増やさないように毎日、とても緊張して窓の開け閉めをやっております。あ、そうですよね、はい、あとあの庄司野さんも非常にあの几帳面崩し縦菱組といって、縦を非常にあの切った庄司野さんですね。で、あの1階の廊下に横菱組がございますので、はいはい、もし見比べてみてください。これは縦菱組ですね。そうですね、はい、縦に長いから縦菱組ですね。そうですね、はい、こちらは、大広間になりますね。33畳の大広間ですね。そうです、はい、33畳になります。33畳、はい、大広間の、天井をご覧ください。天井、はい、はい、天井、食工組織上げ合天井ですね。食工組織上げ合天井、はい、素晴らしい合天井ですよね、はい、あの普通の合天井では、まあ、もう足りないと思われますが、織り上げといって一段こう上にして格の天井の格が高いことを表していまして、はい、あと食工組というのはこのようなの八角形と四角形を組み合わせた模様ですね、はい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 、こちら中国食の国織物の産地で非常にあの位の高い貴族の正装に使われた柄だそうです。この八角形と四角形っていうのは珍しいですよね。そうですね、珍しいですね。普通合天井って、ね、ま、四角でこう仕切られてますが、そうですよね、はい、ですからあの非常にあの、奥のなんていうか見えない部分であの、組み方がですね、あの、はい、当時珍しかった金物の三つ股のボルトを使っていて、はい、あのそれでも、特注して作らせたそうです、はい。でこちらの、 あの、菊の盛り付け模様が、あ、古代菊ですね、古代菊盛り付け模様は大倉喜八郎さんご自身がデザインされたもので、この模様がですか。そうなんです。で、三本の粉末と、ですね、金箔が使われているそうです。で、この菊の盛り上げ模様、あの、床沼の脇がちょっとデザイン違いになっています。この間の脇だけデザインが違うんですよ、これね。こちらですね、はい、こちらがちょっとデザインが違う、あの、引くのもね、うん、ですね。え、床の間ここですね、ここ。あ、ここ、ここ。はい、ここです。あ、そうですね、ここがね、はい。あ、これ四角ですもんね、ここね。はい、ここは普通の合天井ですね。
今撮らせてもらいますけど、シャンデリアが水晶なんですってこれ。あ、そうなんです。シャンデリアはドイツの鋼管から新築以外に送られたもので水晶ですね。ガラスじゃないんですもんねこれね、すごいね。でこちらのお広間、あの桃山御殿のおなりの間を模したと言われていますが、あのそのようなの上がりの間があるんですね。はい、はい、で桃山御殿ではじゃあ何だと言いますと、秀吉の聚楽台か伏見城ではないかと言われています。秀吉が大好きだったそうです。聚楽台ってのはもう取り壊されたから誰も見た人はいないはずですよね、その時代はね。だからそれを模したというだけでちょっとね、あの価値のある建物かなと思います。写真が残ってるわけでもないし、資料が残ってるわけでもないから、誰が見たわけでもないと思うけど、まあ、それをこう想像して作ったということなんですかね。こちらがですね、手すりと横山の高さを意図的に同じにして窓を広く見せる工夫がされています。あ、なるほど、はい、手すりのね、手すりのデザインとてもおしゃれなんですが、こちらが網干型といって網を干すと書くんですね。漁の時の網を干した様を文様にしています。はい、まあ、夏の風物詩ということで、夏の着物ですとか浴衣の柄などに使われる柄だそうです。なるほど、吉田ですね。こちらの、大倉喜八郎さんが考案して、なんか高山遠くまで作らせたと言われています。ああ、そうなんです。山じゃないんですねこれね、網をこう干してるんですねこれね。そうですね、そうなんですね、うん、網なの、漁の時の網ですね、漁のね、網をね、なんかちょっとこちらが貝というかオールみたいになってますよね。あ、このね、真ん中はね、映る感じ、逆光だからちょっと分かれる、はい、あ、これ貝、あ、ここはね、ちょっと握るとこになってますもんね。水というか、うん、あ、隅田川を運営していて、そういう水の系のものがこう、よく自分されているということですね、はい、これも大きい対象がガラスですね、ですこれね、はい、そうですね、その大きさも本当に、まあ、皆さん、感心されますね。これ割れちゃったみたいですね、そうなんです、ここね、ここはね、新しいガラスになっちゃった。ここ対象ガラス、全部は対象ガラス。これも新しいかな。そうですね。ね、2枚は、はい。2枚新しいの入っちゃってるけども、両脇と真ん中は対象ガラスです。天井もですね。はい、収納があるんですね、ここにね。雨戸が入るところですね。雨戸を、ね、毎日開館とともに開けて閉館とともに閉めています、で風が強い日とあと雨の日は窓を閉めてのご案内なので、はい、今日みたいな日はとても雨戸全開でとても良かったと思います、雨戸の、あ、これですか、こうレールはここに入れるんですね、雨戸。あ、そうですね、ここにこちらがガラス戸が入るんです。で、そちら側が雨戸です。ああ、なるほどね。はい。はい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 、ガラス戸外して雨戸つけるということなんです。あ、でもガラス戸はもう、この閉めたままにしています。やっぱり動かすとちょっと怖いので。ね、はい。雨戸だけで、はい、開け閉めしていますね。なるほど。はい。ここからまず一旦この広さを取らせてもらってからね。邪魔です。33畳のお広間。あるかな。この豪天井すごいね、これね、水晶製のシャンデリアと、はい、はい、こちらが床の間ですね。床の間も非常に床柱が立派で、そうですね、床柱が非常に立派ですね。木曽ヒノキ、ムズシ、タイメンマサですね。まあ、なかなかこれだけのものが調達できないということを言われています。当時もなかなか調達できなかったんでしょうね。そうですよね、お城みたいだということですよね。六寸柱ですね。で、そこの間の脇がですね、明かり取りのために開口になっています、はいはい、そして脇板は欅で、はい、あうんの片獅子の一対ですね、獅子と牡丹という、こちら獅子の
そちらがお口を開けたあ行の唐獅子ですね。一枚の板を両方彫刻してるんですよ ね、 ね、これね、はい、でこちら側がお口を閉めた人形の唐獅子。どっちが表なんかなんか分からんけども、ね、はい、こっちがムサンですね、これね。あうんの唐獅子が表と裏に振り分けられています。これが獅子とボタンという生き物彫刻で、ここですね、こちらの、左甚五郎作ではないかと言われていますね。一枚抜いた両方彫るってすごいですよね。両面彫りっておさらんまに水青い崩しが配されてますね。そうなんね、はい、こちらの水青いの部分は黒炭だそうです。あの黒炭、はい、周りの釜地は、黒色塗りといったあの漆塗りの最高峰を使っているそうです、うんうん、まあ、黒だと漆って思いますけど、真ん中はじゃあ漆じゃなくて黒炭なんですよね。言われてますね。黒炭をこういうふうにも形成形してそうですよね、これ言われないと分かんないですね。ウリス塗りかなと思っちゃうのがね。そうですね、黒炭なんです。ふすまの下もちゃんと金箔が貼ってある。実はですね、こちらがオリジナルでして、あの今金クロス一面に貼られてますが、これは新しく貼ったもの で、 で、ね、当時のオリジナルがこちらになります。これがオリジナル、はい、こちらがオリジナルになります。だから当時はこれがこう一面の壁の壁に貼られていたと、ね、これが貼られてた、はい、これは今のはこれ金クロスなんだからね。そうですね、こっち、そうですね、ここら辺は金箔貼ってあるわけじゃなくて、そうなんです、あの、はい、金クロスですね。金色のクロスが貼られてると、はい、まあ、当時は最初は金箔だったんですよ ね、 ね、はい、建設当初、はい、当時あのこちらの襖なども、うん、あの尾形光琳ですとか浅川豪一といった通りの、 あの巧妙なあの絵師の方のものだったんですが、はい、実はあの、こちら一回、東京の麹島に建てられた後に船の、はい、千葉の船橋に移築されたりといった経緯があるんですが、はいはい、あの持ち主が三井不動産に変わった時に、はい、こちら の、 あの高い宝石とか、あの、尾形光琳の襖というのが、ね、三井記念美術館の方に所蔵されることになって、出品としてあの、はい、こちらにあるんですね、今ね、はい、で今はこちら既製品のものになってます。なるほど、はい、中華料理屋さんだったこともあるんですもんね、ここね。こちらの年表で、はい、あの確認になりますが、ね、はい、もし時間あれば、ね、これがここから撮ると一番広さが分かるんですよ。すごい、ね、どんな人がここに来られたんでしょうか ね、 ね、思い馳せますね。これも螺鈿細工ですか。そうですね、螺鈿と蒔絵ですね。螺鈿と蒔絵、千鳥だそうです。千鳥というのがこう鳴き方がキチキチキチッといって非常にあの縁起がいい、はい、ということで、はい、千鳥をあしらわれてますね。残念ながら壊れちゃってますね、ここね。タイル張りっていうのはすごいですよね。この耐震補強、そうなんです、ね、耐震補強ですね。柴田に移築するにあたって多設あの耐震性の確保と多設対策で、はい、あの見えない部分に非常にあの大きな補強工事がされてます。そうですね、深い軒は 2.1 メートルありまして、それを支えるのに羽木が入ってたんですが、はい、その木造の羽木だけでは足りずに、あの鉄骨の羽木60本入ってます、はい、で壁のところにも合板が入ってます、
で、その見えない部分で非常に多くの補強工事されてるんですが、どうしても見せざるを得なかった補強が、はい、この2本の鉄骨の柱と、どうにもならんかったというか、あと登り段ですね、こちら。これもね。こちらも、はい、移築前にはなかった、ね、移築前にはなかったものですね。柴田に移築した時に、設置されたものです。鉄骨が走ってるわけですね。そうなんです。この中に、ね、補強の針が入ってます。横張りみたいな感じで。はい、でこの建物は関東大震災でも無傷、あと、太平洋戦争の戦火も大丈夫ということで、もともと非常に頑丈だったんですが、この補強工事でより頑丈になって、はい、今ではもちろん今年の雪も大丈夫でしたし、軒に大型力士が立ち並んでも大丈夫と言われております。なるほど。この天井も得意です、独特ですよね、これね。金寄せ化粧の木村天井と言いまして、大天井ではなくて、その天井裏をそのまま見せてるんですよ、これね。それが化粧なので、化粧なの、はい、そのままというか、こう、見せてるっていう、見せてる化粧。ただ見せてるだけじゃなくて、そのちゃんとお化粧して見せてるってことなんですね。そうなんですね、はい。これが本当の、なんていうんですか、軒蔵ではなくって、こうわざとこう見せるための軒蔵って言うんですよね。天井高くていいですよね、これ。そうです、そこの天井が高いですね、1階も本当に。はい、外国のお客様などを招いたという洋館をちょっと意識してるんでしょうね。そうですね、和洋折衷ですね、これね。はい、どうもありがとうございます。竹の節欄間と、あとこちらの体も、うずくり仕上げといって、非常にこう意外とこの年輪が際立つようにした仕上げがされているそうです。これも一枚板なんですかね。なんか屋久杉か霧島杉かと言われてますね。下もまた唐戸あるんですが、そちらは霧の一枚板だそうです。じゃ見比べてみてください。結構ね、いろんなところで非常に見事だと思います。そうですね。あとで、はい、どうもありがとうございました。どうも、ありがとうございました。どうも。お顔映っちゃったところありますけども、お顔映ったところは、お顔出さない方がいいですよ。そうですね。できれば。はい、そうですね。ありがとうございました。どうも。混んだでしょ。よかったね。1000人超えてみましたね。変に1000人超えた。1000人。横取ったけどすごかった。玄関の天井がいい天井でした。私も撮影しましたね。今日の間来た時見たけども、ね、これがあるのが、これ一番古いですね。これとその松の欄間ですね。あそこの入り口上の。これは何、吹き上げ天井って言いますか。これは吹き寄せの小組の折上号天井になりますね。吹き寄せ小組、はい、始末が組んであるところで、吹き寄せなんですね。吹き寄せ、ね、玄関からすごいですね、これね。この別邸のどっかに使ってたやつだというふうに。あ、そうなんです ね、はい、ますね。玄関ではなかったんですね、これね。もともと玄関ではないんで。あ、そうなんですね。はい、玄関自体は通路でつながってたんですね、向こうは。ああ、なるほど。で、この松が？松ですね。松の欄間。